米国アリゾナ州のモーテル、米国ジョージア州のモーテル、モーテル6カナダ、サスカトゥーンのモーテルモーテルとは、自動車で移動する人のためのホテルで、道路沿いにあり、低層に並べられた、客室群を備え、客室に面して駐車場があるもの。日本には、さほどないが、ラブホテルとビジネスホテルの中間と考えれば、わかりやすい。客用の駐車場に面して、 一続きの宿泊棟が立ち、客室のドアが駐車場に向かって並んでいるようなタイプのホテルを指す。また、駐車場に向かって客室のあるキャビンやコテージなどが並ぶタイプのものもある。荷物を客室まで運ぶポーターはいない代わり、宿泊客は自分の客室のドアの前に自動車を止めて荷物を運び入れることができる。価格は手頃で荷物運びは、 セルフサービスとなっており、部屋はセミダブルベッドのツインルームなど広々としている。この後は自動車とホテルのカバン後、あるいは自動車運転者のホテルの略であり、英語辞書に載ったのは第二次世界大戦の後である。アメリカ合衆国では世界に先駆けてモータリゼーションが急速に進み、全国的な高速道路網が1920年代から、 建設され始め、同時に、庶民の間でも長距離の自動車旅行が一般的になり始めた。このため、道中で止まるための幹線道路から車を乗り付けやすい宿泊施設が求められるようになり、モーテルというタイプの宿泊施設が急速に成長することになった。主に鉄道利用者を想定したホテルとこのモーテルとの相違点は、旧来型のホテルの多くが、 鉄道駅の近くに立地し、駐車場がないものも多く、都市部に多く、高層の建築物になる傾向があるのに対し、モーテルは、郊外などの幹線道路沿いに立つ傾向があり、必ず駐車場を完備しており、1から2階程度の低層建築物であることである。また、旧来型のホテルは、客室のドアが、屋内の廊下に面しているのに対して、モーテルは、客室のドアが、 駐車場に面し、直接屋外に面しているという相違点もある。利用客層に限れば、近年の日本のビジネスマンだけでなく、観光客など様々な層に利用されている、幹線道路沿いのビジネスホテルに少し似ている面もあるが、駐車場と客室の位置関係や、客室の内部などは異なっている。モーテルというコンセプトのホテルは、1925年に、 アーサー・ファイネマンにより、ロサンゼルス北方のサンルイス・オビスポに建設された、モーテルインが始まりであった。当時のアメリカは、道路事情も悪く、現在よりも自動車旅行に時間がかかり、ホテルや駐車場を見つけられないドライバーは、路肩やキャンプ場でテントを張るか車内で寝ることもあった。自宅を、自動車旅行者のためにベッドブレックファストとして、貸したりするものも多く、 ジムクロー法で人種隔離されていたため普通のホテルに泊まれない有色人種のために南部の黒人が自宅を提供するようなこともあった。ハイネマンがサンフランシスコとロサンゼルスの間に作ったホテルはこうしたドライバーの需要を見込んだものだった。屋根にマイルストーンモーターホテルという文字看板が入りきらないためモーターホテルを略して モーテルと名付けたという。モーテル以前のオートキャンプ場や旅人宿とは異なり、モーテルは全米各地で均一で均質な外観を呈するに至った。宿泊棟は I 字型あるいは L 字型か U 字型の間取りで駐車場に面して客室のドアが一列に並ぶ。駐車場の入り口付近に管理人のオフィスと受付、場合によっては小さな食堂が配置された。 第二次世界大戦後には、モーテルは走行中の客の目に留まりやすいような、きらびやかで大きなネオンサインを出すようになった。多くは、カウボーイやインディアンなど西部らしいモチーフや、宇宙船や、原子力など当時流行のモチーフが使われている。夫婦で経営する小規模経営のモーテルは、全米の都市郊外の道路沿いに立ち並び、 ま新しい車でアメリカを断旅行に出る自動車愛好からが止まっていった。1952年にテネシー州メンフィスにケモンズ・ウィルソンが家族旅行向けの安くてサービスのイい,いモーテルホリデー・インを開業し全米に展開させるようになり個人経営のモーテルは大手モーテルチェーン経営の大型モーテル進出によって衰退し始めた。さらに 週刊高速道路の整備などで、従来の国道沿いのモーテル街が衰退する一方、都市ホテルチェーンが高速道路沿いや空港近くに、自動車旅行者向けの安価なブランドのホテルを進出させ、モーテルとホテルの境界は、次第に曖昧になった。しかし現在でも、古い国道沿いには5部屋程度の規模の、小さな家族経営のモーテルが見られる。 アメリカ合衆国ナショナルトラストなどの組織が国道66号線沿いのモーテル前世紀のモーテル街などを危機に瀕する歴史的建築として保存する動きも見られる。モーテルの中には長期滞在者のために客室に小さなキッチンを設けるものもある。アメリカではアパートに住む余裕のない人や家を追い出されたような人の中には 家賃の安いモーテルで生活する人もいる。また、ラテンアメリカや東アジアでは一泊の他に時間単位でも部屋を貸す、モーテルもあり、デート中やドライブ中のカップルの性的交渉のために貸し出されている。メキシコでは、モーテルデパソ、アルゼンチンでは、アルベルゲトランジトリオ、チリでは、モテリスパーレーヘロスなどと呼ばれ、ブラジルやコロンビアではモーテルを使うのはほぼべて、 こうしたカップルである。フランスやベルギーにも、ホテルでパッセという短時間用のモーテルがある。フィリピンでは、保守的カトリック団体が、モーテルに対し時間単位の滞在をやめさせる運動を行い、マニラでは運動を成功させた。モーテルと高速道路網は、犯罪容疑者にとっては、逃避行を容易にするものであり、離れた土地を転々として、 簡単な手続きのモーテルで泊まりながら潜伏する者も,もいる。かつては、クレジットカードの決済に日数がかかり、モーテルで容疑者が支払いをしたという情報を警察が得た。頃には、容疑者はチェックアウト後であったが、1993年以降、連邦捜査局は、クレジットカードの支払いと同時に、容疑者データベースと称号するシステムを稼働させている。 その他、現金払いの客に対しては合衆国発行の ID カードを見せるようモーテルに指導したり、地元警察がモーテルを巡回するような活動も行われている。戦後のモータリゼーションの発展とともにマイカーが普及し、日本にも個々の客室ごとに車庫を備えたワンルームワンガレージ式の宿泊施設が作られるようになった。客室ごとに一棟となった固定樹式もあったが、 基本的には1階の駐車場に車を止め、2階の客室へ直通する方式が主流だった。このような自動車利用が可能な連れ込み宿を指して、モーテルと呼ばれることが多かった。海外のモーテルとの大きな違いは、自動会計機や目隠しのついた小窓などで会計するなど、入室から退室まで従業員や他人と一切顔を合わせることがない点にある。 日本においてアメリカ式のモーテルに類似した形態のホテルを展開するチェーンとしてファミリーロッジ旗小屋が存在する。また、幹線道路沿いに駐車場を備えたビジネスホテルが建てられていることもある。日本のモーテルの元祖には1957年に初めて熱海にモーターホテルが開業したという説や同時期に名古屋に開業した。 カーホテルが存在していたという説、警視庁の昭和48年警察白書にある昭和34年に箱根に開業したモーテル、箱根など諸説ある。完全なワンルームワンガレージ式のモーテルは石川県加賀市郊外に1963年に開業したモテル北陸と言われる。モテル北陸は設計段階からアメリカのモーテルを意識して作られ、 家族やグループ用の大部屋やレストランも備えていた。モテル北陸は観光客の利用を想定して作られたが実際の客層はカップルが大半だったことからカップル客に標準を定めた日本独特のモーテル、モテル景品が1968年に横浜に作られた。以後日本全国に同様のホテルが急増することになる。1969年に 警察庁からモーテルの実態と問題点という報告書が提出され顔を見られずに利用できる営業方法が売春や凶悪犯罪に利用されやすい構造として問題視されるようになった。1972年には風俗営業等取締法の改正によりモーテル営業に規制が加えられ条例に反する地域でのモーテル営業はできなくなった。 地域住民の反対のある地域から姿を消していくことになる。しかし、法律上モーテルに該当しない、類似モーテルが出現し、ラブホテルとの区別は曖昧であった。近年では、このような意味のモーテルという用法は捨たれたが、現在でもタウンページでは、モーテルラブホテルで一つの業種とされるなど、一部に名残が見られる。なお、ラブホテル運営企業の業界団体である。 日本レジャーホテル協会は2015年5月までは日本自動車旅行ホテル協会という名称であった。韓国では部屋にトイレやシャワーあるいは浴室の設備がある韓国式旅館は従来小旅館と名乗っていたのが近年モーテルへの解消が進んでいる。一般の観光客を中心とする宿泊者が主な宿泊層のモーテルもあれば外観がも内装も 主な宿泊層も、日本のラブホテルと同様のモーテルもあるが、後者の場合も、家族連れやシングル客などの一般宿泊者の宿泊を拒むことはなく、実際に設備が整っていて、安価な宿泊施設として、一般客の宿泊も多い。また、駐車場のないもと、小旅館も一律に、モーテルに解消する例も多いため、これらは、モーテルの語源に反することになる。 日本のモーテルのシステムと同様のワンルーム、ワンガレージ式を持ったモーテルは、ムインテルと呼ばれ、2010年代以降、全裸南道は順軍を皮切りに、全国の過疎地域を中心に展開されている。日本のモーテルと同様に空室にはシャッターが開けられて、折り、自動車を入庫した後にシャッターを閉め、利用料を払うというものである。韓国では、比較的新しめであるため、 ほぼすべてが自動生産機であり、管理人との連絡は生産機横のインターホンでの対応となる。ありがとうございます。